ゆうつさん、ダンディ、坂野の倒し方教えてくださいって。いや、まあ簡単だろうな、もう。まあ簡単だろうな、もうこう、なんかこうやって、だいたいこうやって待ってればさ、ゲッツとかやるわけだから、ゲッツとかってなるんだからさ、もう体重後ろにこうやって乗っちゃってるし、もう、ゲッツの状態でさ、体重後ろ乗っちゃってるから、ここから強烈な打撃なんか出せないわけだから、絶対にこうならないと、やっぱ重心が前に乗らないと、はい、蹴りも出せませんし、はい、何にもできないですよ、この状態。一番人間が、はい、攻撃として弱体化してるとこなんで、ゲッツってなったらもう何でもいいですよ。ゲッツってなった瞬間に全部入りますから。ローも入る、はい、ミドルも入る、筋的も入る、はい、ボディストレートも見事に入る。顔面なんか追い打ちの一番強いところ、ドドーンっていうストレート入りますから、ゲッツってやったらもうフリーパスです。はい。はい。もうゲッツさせて、もうフリーパスです。はい。すべての攻撃あります。はい。ダンディ・サガノもイージーです。はい。イージーすぎても戦いにならない。ゲッツってやったらドーンですから、すべて入ります。はい。すいません。勝ちたかったら登録しとけ。